こんにちは、吉村ドラムスクールです。今日もよろしくお願いします。本日は超初心者向け、まずドラムを叩こうとするときに何から練習するかですよね。闇雲にまあ最初は練習してもらってもまあ楽しんでいいんですけども、初心者の方はまずスティックが太鼓に当たった瞬間跳ねるっていうことを意識できないとダメだと思ってます。跳ねないと次に叩くときにもう一度上げないとダメですよね。こんな感じです。変なとこだ。変になってしまいましたが、こんな感じで途中で止まってしまってから上げる。こう当たった瞬間こうね、止まってしまってからもう一度上げる。せっかくですね、スティックがこう上がってこようとしてるのに途中で止めると二度手間になりますよね。まあテンポや音色の関係でこの叩き方をすることもあるのでダメではないんですが、今回の動画はスティックが跳ねるということに特化してますのでご了承ください。実際ね、止めるのもあるんですよ。では練習の方法を説明していきましょう。まずはスティックを叩いた瞬間、離す、手を上げて離す、見えますかね。スティックってこんなに跳ねるんですよ。とりあえずこのスティックを離すっていう動作がなかなか最初はできないと思うので、スティックが飛んでいったりすると思いますが、根気よく練習してください。あ、僕の場合はこんな感じ、こんな感じです。こっちでもこんな感じで離してます。そして今の感じが少しつかめたら、次は手をこの跳ねてくるスティックに合わせて上げます。この時は先ほどやった離す動作は少しになっても良いと思います。でも、跳ねなくなるので、スティックを握り込んだらダメです。こう、握り込んだままね、上げることもできるんですけど、まあ、普通は、まあ、ちょっと緩めといて、先ほどやった、この当たった瞬間に、跳ねるスピードね、これに合わせて今やったのがですね、最初にやったスティックを離して跳ねさすのと同じぐらいのスピードで手が上がらないってことは、スティックが跳ねてくるエネルギーを手が殺してしまってると思います。そして今は手全体を使って跳ねさせてますが、速くなると手首中心になります。これも当たった瞬間跳ねるよりも、手首で上げてるというか、まあちょっとしてるだけなんですけどね。これも緩く持ってるとこの手の中で動くんで、ちょっとポッて上げるだけで上がってきます。手全体で振ると こんな感じです。もっと速くなると指中心に動くようになります。
では、ゆっくりから速く、そして速くからゆっくりになっていくときの手の動きを見てもらいましょう。手全体が、手首が、指が、手全体が、手首が、指が、これをスムーズにつなげれるように練習してください。まあこんな感じですけども。注意深く見ていただくと、叩いてる途中でですね、腕中心から手首中心に変わって、最後に指中心に変わって、その後また手首、そして腕中心になってるのがわかるかなと思いますが、これね微妙なんですけど、手で振っててもね、力抜いてると手首動くんですよ。例えばここで振ってても、こんな状態です。こんなになるんで、手首動いてるんですが、手首を中心やと、ここはね、そんなに動かないんで。まあ、スティックの重みがあるんで動きますが、こっから振ると、手首で振ると、指で振ると、微妙に違うと思います。そしてですね、これができたら次はそれを両手でやってみましょう。このゆっくりから速く、そして速くから遅くっていう練習を加減速の練習といって、とても良い練習になるので、ぜひやってください。綺麗に少しずつ速くなったり遅くなったりするのが最初はとても難しいですが、頑張ってください。今日は初心者の方のためにスティックを跳ねさせるに特化しましたが、跳ねさせない叩き方もあるので、それはまたやろうと思います。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。